マイナンバーカードもう作った？3月末までにマイナンバーカードを申請した人はマイナポイントがもらえます。また3月から順次マイナンバーカードを健康保険証として使えるようになるなど、これからますます便利なカードになっていきます。申請の仕方がわからへんって？マイナンバーカードをお持ちでない方に、地方公共団体情報システム機構から交付申請書が順次送付されます。交付申請書の QR コードを使えば、お手持ちのスマホで簡単に申請ができます。もちろん市役所の窓口でも申請できます。詳しくはホームページをご覧いただくかお問い合わせください。申請するなら今やな。五十嵐舞も作りたい。便利、お得、マイナンバーカード。